こんにちは、コスケです。車載冷蔵庫は以前このチャンネルでも紹介したことがありますが、あるととても便利なんですよね。ロングドライブでお土産を買って帰る場合や、アウトドアで食品だとか飲み物を入れていくときに活躍するのはもちろんなんですが、普段の買い物でも大活躍しております。生物とか冷凍食品とか、あとはアイスですね。甘いものが好きな人は欠かせないアイスクリーム、そんなのを買っても急いで帰る必要もなく、ポータブル電源と、こういうポータブル電源と組み合わせれば、エンジンを停止させてどこかに遊びに行っても全然問題ないです。ただ以前紹介した車載冷蔵庫、容量がかなり大きいんですが、その代わりボディサイズも、このサイズもとても大きくて、手軽に持っていくという点ではちょっと使いにくかったかなという感じもします。これは前回の動画でもお話ししていますね。冷蔵庫がもう少し小さければいいのになと思っていた時に、なんとこの小型冷凍冷蔵庫のレビュー依頼をいただいたので、実際に使ってみてどんな製品なのかチェックしてみたいと思います。もちろんこれは提供してもらったものです。ちなみにこの小型冷凍冷蔵庫、スペックはこんな感じになっています。まずサイズですが、この外寸ですね、一番長い横幅が 425mm、 42.5cm ですね。そして奥行き、この部分が 320mm となっています。 32cm です。そして高さが 25cm ということですね。なので、そんなに大きくはないかなという印象です。よいしょ。この庫内のサイズなんですが、もちろん冷蔵庫なのでコンプレッサーがね、ここにあるので、庫内はぐっと狭くなっております。この横幅が 209mm、 そして一番長いこの部分が 224mm、 中の高さは 179mm となっています。容量は9リットルということでした。500ml のペットボトルであれば、ここの高さが低いのでちょっと入らないんですよね。立てては入らないので、横にすれば多少長さのある 500ml のペットボトルも含めて最低でも6本は入ると思いますし、形状によっては7本も入りましたね。7本入れてしっかり蓋は閉まりました。 350ml の缶であれば立てて入れられるので、横3本縦3本入ります。なので9本は入りますね。500ml の缶は手元にはなかったんですが、500ml の缶の高さは 167mm ということもあって、この高さ 179mm ありますから問題なく立てて入ると思います。なので9本入るということになると思います。決してこの庫内大きくはないんですが、1人分から2人分の買い物であれば全く問題ないですし、家族の分の買い物だとしても1日2日分の買い物であればかなり余裕で入ると思います。そして設定温度なんですが、マイナス20度から20度までで設定できます。暖かくはできませんね。前回紹介したのは温めることもできましたが、これは冷凍と冷蔵のみとなっております。そして重量は 6.7kg、 決して重くはないですが、すごく軽いわけでもないです。ただこれぐらいの重さであれば結構気軽にポンと持って車に入れることもできるんじゃないかなと、そんな感じがしますね。付属品は車でこの冷蔵庫を動かすためのシガーケーブル、これは車のシガーソケットに挿して使うためのケーブルです。それと家庭用コンセントに挿して使うための AC-DC アダプターとケーブルですね。これで家庭用のコンセントにプスッと挿して家の中で使うこともできます。もちろんポータブル電源で使うこともできますね。ポータブル電源はシガーソケットもついているので、アダプター付きじゃなくてもこっちのシガーコードを使えばいいんじゃないかなという気がいたします。で、実際に結構使っているんですが、これの最大の特徴はやはりコンパクトなサイズで価格もお手頃だということ。そしてもう一つ、実はこれスマホを使ってワイヤレスで温度設定とか電源のオンオフが可能なんですよね。
ただし Bluetooth を使った通信になるので、あんまり遠くまで離れると反応しないです。結構長く使えるリモコンみたいな感じで使えるかなと、そんな感じでしょうか。それでは実際にこれをいろいろ使ってみたので、その時の映像と、あとは何個かテストもしてみたので、 Bluetooth のテストも含めてやっているので、その映像をご覧ください。ちなみになんですけど、すごいコンパクトなポータブル電源なら中に入るので、空の時は、車に積む時はシガーソケットのコードと合わせてポータブル電源を、よいしょ、冷蔵庫の中に入れておくと、これを持って移動するだけでエンジンがかかってなくてもかなり長い間冷やし続けることができる冷蔵庫セットが出来上がります。ちっちゃいポータブル電源とセットで使うと便利ですよね。それでは早速、どのくらいのスピードで冷えていくのかチェックしてみたいと思います。まず部屋の温度なんですが、今22度ぐらいとなっております。よいしょ、これを冷蔵庫の中に入れて、そして電源を入れていきましょう。電源はここで入れることができて、温度設定はここで行います。今回は一番低いマイナス20度にして、モードをマックスモードでいきましょうか。エコモードとマックスのモードがあるので、マックス、強い方のモードでいきたいと思います。現在庫内は16度と書いてありますね。消費電力は見ての通りそんなに大きくはないです。だいたい 40W、50W ぐらいですかね。なので小さなポータブル電源でも問題なく動かすことができます。それでは現在の時刻、だいたい12時45分ぐらいに電源を入れたので、15分おきぐらいに中の温度計見てみましょうか。最初は13時ですね。22度からどのぐらい庫内の温度が下がっているのか、後ほどチェックしてみたいと思います。だいたい15分ぐらい経過いたしました。庫内が狭いので冷えるの早そうですね。ここのディスプレイについている温度計を見るとマイナス15度にもうなっています。それでは開けて見てみましょう。よいしょ、おお、キンキンに冷えてますね。ちなみに温度計によると庫内の温度は0ですね。まだ0となっております。ちょっとここのディスプレイの表示は若干大げさかもしれないので、もう15分ぐらい待ってみましょうか。次は13時20分になったらチェックしてみましょう。それでは1時20分になったので、中の温度を見てみたいと思います。じゃんと、あ、マイナス10度近くまで下がってますね。マイナス10度近くまで下がっております。というわけで、だいたい30分ぐらいでマイナス10度前後くらいまで下がるみたいなので、冷凍品を入れてからスイッチをオンにしても溶ける前に十分庫内は冷えてくれるんじゃないかなと思います。一応この冷凍冷蔵庫はマイナス20度まで設定できるということなので、実際どのくらいまで冷えるかこの後しばらく動かしてみることにしました。それではそろそろ中チェックしていきましょうか。さっきから15分ぐらい経っているんですが、ここのディスプレイの表示がマイナス17度ぐらいからなかなか下がらなくなってきたので、この辺りが多分限界なのかなというところで、中の温度をチェックしてみたいと思います。出した瞬間から温度計どんどん上がってしまうんですが、だいたいこう出した瞬間で12、3度ぐらいですかね、マイナス12、3度ぐらいになっていたので、このくらいまでは問題なく冷えるようです。ただここから先は冷えるのに結構時間がかかるので、実際使う場合現実的ではないかもしれないですね。だいたいマイナス12、3度ぐらいまでであれば実用的な範囲で冷えるので、急速冷凍したいとかそういう使い方じゃない限りは全く問題なく冷凍食品も入れることができると思います。
さっき言ったスマートフォンからの操作なんですが、専用アプリがあって接続するとこんな感じで様々なコントロールが可能になります。操作は非常に簡単で、ここが電源ボタンで、押すと本体の電源が切れますし、もう一度押すと本体の電源が入ります。で、ここに庫内の温度が表示されて、ここが設定温度ですね。設定温度はこのバーを左右動かすことで変えることができます。あとはエコモードとかロックとか、まあロックを押すとこのディスプレイのボタンが全部使えなくなります。これが何十メートルか離れても使えるというのはとても便利かなと、そんな気がしますね。 Bluetooth 通信なので何百メートルも離れると使うことはできないと思いますが、数十メートルぐらいであれば問題なく使えるんじゃないかなと、そんな感じがいたします。ちなみにうちの駐車場から家の中であれば問題なく使えましたね。直線距離で言うと10メートルから20メートル、途中に家の壁とか車のドアなんかがあっても問題なく使えました。実際に買い物行く時にもこの冷蔵庫使っていて、見ての通りそんなに大きくないということもあって持ち出しやすいんですよね。そこがすごく大きなメリットです。この時は少し遠いコストコまで買い物に行ったので、冷蔵庫あると便利だなと思って持ってきたんですが、サイズが小さい分庫内が小さいというのが少し心配でした。ただ使ってみると意外と入るんですよね。お、コストコの結構でかい肉も案外入るね。A4 ぐらい、これもういっぱい、うん、見ての通り 2.3 キロの肉の塊と1キロのホタテ、まあ、これは問題なく入れることができましたね。今回買った生ものはこれだけだったので、この2つを入れて持って帰ることにしましたが、溶ける心配がないのでとてもありがたいですね。今回は車のシガーソケットに直接つながず、ポータブル電源につないだんですが、だいたい消費電力は 50W ぐらいでした。この後あちこち寄り道をして3時間後ぐらいに家に到着しました。さて冷えてるかな、よいしょ。あ、全然冷たいよ。本当だ。もう3時間ぐらい経ってるけど、凍ってるね。溶けてない。うん。キンキンに冷えてます。このホタテは冷凍ホタテを買ったんですが、全く溶けてませんでしたね。冷凍食品も溶けることを気にせず買い物ができるというのは便利だと思います。というわけで今回はこの車載用冷蔵冷凍庫を使ってみましたが、十分実用的な冷え方、そして使いやすいサイズとお手頃な価格が魅力だと思います。一人二人分の買い物や車中泊で使いやすい冷蔵庫ですよね。マイナス20度までキンキンに冷やすというのはなかなか時間がかかると思うので、何かをカチコチに冷凍するというよりは冷えているものを維持するとか、ある程度まで冷やすという使い方にはスマホで操作もできるということもあって最適な製品だと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。